はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。辻柴です。まず最初にチャンネル登録者数6000人突破ありがとうございます。今の現時点で6104人の方が登録してくださっているということで、本当に感謝です。ありがとうございます。ちょっとこれからももっと精進して面白い動画作れるようにしますので、よろしくお願いします。でですね、本題に入りましょう。今回の動画はとある有名実況者の方とのコラボ動画となっております。コラボっていうか、ちょっとあのね、あれなんだよ、フレマの招待を送ってくださって、それでフレマを昨日の夜にさせていただくことになったので、その有名実況者の方とは誰なんでしょうか。本編をどうぞお願いします。オーケー、行きましょう、やりましょう、行きましょう、やりましょう、行きましょう、やりましょう、よしよし、行きましょう、よしやりましょう。カタカナなんですけど大丈夫ですか。嘘、ちょっと待って、変換ミスったあ、ミスった、マジミスった。よし、行こうぜ。じゃあ、ラスバちゃん、例のごとく、はい、あの、これはこれで、俺本気で行くんで。わかりました、お願いします、うん。本気の方がいいよね。本気の方がいいです。ねえ、変になんか手加減とかね、本当に良くないもんね。そうですね。じゃあ俺のちょっとあのフィンガーテクニックでちょっとやっちゃう。お願いします。あ、変な意味ないですよ。あ、大丈夫です。コントローラー。フィンガーテクニックで。よし。あ、なに。よし、行きましょう。夏島ちゃん。はい。ガンガン攻めさせてもらうよ。お願いします。よし、でもまあ割と攻められる方も好きなんで、よし、行きましょう。メスさんよしよしよし、メスさん、オーケー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 、はい、オーケー、さあ、オーケー。最近めちゃめちゃ負けるんですよ。いや俺もだよ、めっちゃ負けるんだよね。そう、なんか一時期調子良かったんだけど、マジで勝てなくなってきちゃった最近。アイセキュー、あー、オーケーオーケーオーケー、それ入るんか。よし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 、本当に成長したね。マジで成長したと思う。めっちゃ嬉しいです。前から思ってたけど。手加減はしない、マジで、うん。それが俺の礼儀なんで、夏花ちゃん。え、メスさん今冷凍おいくつですか。ギリギリ800ぐらい。高い。え、アニシバはアニシバ。アニシバ多分。1000いってないです、今回。ああ、いったって言ってたかな。900台多分。アニシは最近メディア露出少ないね。アニシはちょっと今、休止中ですね。休止中なんだ。嘘でしょ。よしよしよし、いけ、流れ出すぞ。おい、いけー、くっそ。いや、うちまる部屋つらいですね。あ、ごめんね、なんか風の時に呼んじゃって。あ、いや全然、すいません、声枯れてて。あ、そもそもね、違うんだよ。これはマジな話、しょっぱなね、あのなんかリスナー、夏芝ちゃん呼べみたいなね、話になって。ありがたい。いや、そっからなんですよ、本当に。だから風だろってね、俺知ってたんで、あの夏芝ちゃんのことはもう完全に分かってるんで。本当ですか？ちょっと怖いですね。風邪ひいてるってのは、え、怖い。ちょっと怖いですね。それはね、エルネコさんが言ってた、実は。あのエルネコさんっていうモデレーターが、もう夏芝ちゃんのことを俺全部知ってるからって、なんか気持ち悪いコメントしてたんで。いや、エルネコさん、ありがとうございます。エルネコさんはありがとうなの。エルネコさんだとありがとうなの。これだとダメなの。なんでだよ。え、でも前回 PK まで行ったもんね。そうですね、めちゃめちゃ熱かったの、ね、試合。あ、やばい。てか、あ、そうそうそう、前ね、そうだ、配信でも話したんだけど、はい、あの夏芝ちゃんのメンバーになりてえなと思って俺。メンバー？メンバー、メンバースポンサー。え、本当ですか？だってさ、はい、俺カバンの中身見たいもん。いやいやいや、カバンの中身見てえと思って。カバンあれだってメンバー限定で。そうですね、カバンの中身大公開でしょ。あ、でもあれは、うん、カバンの中身かどうかちょっと置いといて、うんうんうん、何かの中身ですね。何か、え、そんなの配信で言っちゃって大丈夫なの？違う、何の中身だよ。心理攻撃やめた。心理攻撃つらいな。辛いなこれ。
よしよしよし。ああ、ちょっと待って。1100人に。俺も、俺も心が乱れ。ちょ、動揺してる、動揺してる。OK。いやでもね、ほんとさっきね、あの夏芝ちゃんが VC 来る前にちょっと喋りかけてたんだけど、はい。ほんとね、なんていうんですかね、夏芝ちゃんはね、俺応援してるんで、マジで。ほんとですか？なんつうの俺ね、ぶっちゃけね、ほんとちょっと失礼な話ではあるんだけど、はい、夏芝ちゃんにね、はい、ほんと失礼な話ではあるんだけど、ぶっちゃけね、俺すぐね、はい、なんか自然消滅というか、なんか頻度が少なくなってね、やめるんかなって思ってたんで、正直、はい、うん、そうですね。で最初ね、まあ俺のきっかけがまあ若干ありつつ、はい、ありがとうございます、ドーンって伸びたじゃん。はい、本当にありがたい。でやっぱそっからだとさ、やっぱ、はい、ね、ちょっときつかったじゃん。そうですね、感じで、でそのあたりでもちょっとね、多分頻度減ってなくなるかななんて思ってたけど、はい、なんかね、そこからも粘り強くなんか動画上げてるし、ありがとうございます。めっちゃ励みになる。いや、なんかいろいろ工夫してやってんなと思って。ありがとうございます。本当に本当にそれはということで、ちょっと LINE 交換あ、LINE ですか？はい、ちょっと厳しいですねそれメンバーになったら LINE 交換権ないですよあ、ついてこないのか。ついてこないですよ。 OK。あー、やばい、やばい、おりゃー、マジか入らねえのかよ。いや、でも私メスさんのこと本当に尊敬してて、いやいや、動画の編集とか毎回参考にさせてもらってるんですよ、めちゃめちゃ。いや、もうどん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 参考にしちゃってます。むしろもう直接教えに行きますけど。10万人おめでとうございます。遅くなっちゃった。あ、そうだそうだ、ありがとうございます。本当にすごいですよね。いや、頑張りましたよ。 いや、でもね、夏芝ちゃんのおかげでもある、はい、いやいや、そんなそんな、いやいや、本当に本当に、こちらも動画上げてるし、3本ぐらい、いや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 、いや、2020もやるでしょ。やります、やります、めっちゃ楽しみです、今から。ねえ、じゃあまたちょっとフレマやろうね。やりましょう、絶対。いや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 、やろうぜ。いや、でも本当に真剣にやって、はい、あ、来た、あ、よし、OK。やばい、もうちょっとな、もうちょっと点差つけたいと思ってんだけどな、正直。いや、もうこの時点で3点いられたらきつい。ムバッペ絶不調だ。よしよしよし、どうしたかな。夏芝ちゃん、あ、クロップ使ってんだ。そうなんですよ、ずっとクロップ使ってます。個人的には結構クロップむずいんだよな。あ、本当ですか。私対サントスがめちゃめちゃ苦手で。あーね、ガンガン来るからね。そうなんですよ。シメオネとかいいんじゃない。まあまあ今更だけど、もうそう2020からもっと、そうだね、監督やっていこうと思って。今更かんパンパネーが、うん、おー、ナイス。ちょっとまた今度アニシバともやってあげてほしいです。いや、アニシバはいいや。なんでなんでアニシバはいいや。俺夏シバちゃんだけでいいや。あ、いや、危ねえ危ねえ危ねえ。アニシバだってあれレートだから1000いってないんで900台とかいってるってこと？そうですね、いってますね。強いな、兄。そうなんですよ、本当に。兄、教えてくんないの？教えてくれるんですけど、なんか、うん、レート差ありすぎて、なんか難しいですよね。あ、なるほど。あ、確かに課題がちょっと違うのかもしれない、ね、そうそうなんですよ。なるほど、なるほど。俺だったらね、課題に合わせてちゃんとレクチャーできるんで。本当ですか？うん、後ろからコントローラーね、握りながら。後ろから、うん、ちょっと厳しくないですか、その状態。そうだ、大事なこと言うな、セスさん。え？俺ね、はい、あさって、いや、違う、もう明日だ。え、おめでとうございます。誕生日なんですよ。ですよね、この流れ誕生日だと思った。え、俺の誕生日し、いや、知らなかった。覚えてくれましたよね。覚えました。もう覚えて、もう忘れない。もう忘れない。え、明日ってことは9月2日、うん、そう、9月2日。おめでとうございます。おめでとう。かわいい。かわいい。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ありがとう。あ、しばちゃん、ちなみに、全然だよ。全然、そういうことじゃないんだけど、ちなみにね、はい、ちなみにの話なんだけど、はい、キーっていう事務所に入りまして、僕ね。ですよね、見ました、ツイート。そうそうそう、おめでとうございます。事務所入りまして、いや、事務所の方にね、プレゼントとか送れるは送れる、まあ、全然そういうことじゃないんで本当に
あのプレゼント要求してるとか。送ります。本当に そういう話じゃなくて、もし仮に送ることがもしあるのであれば、そういう方法もあるよっていうことなので。わかりました。あのちょっとご参考までに。リスナーの皆さん聞きました。今のではないんで、皆さんウエスさんの誕生日プレゼントみんなで送りましょう。八島ちゃんもう本当あの本当手紙だけとかね。あ、手紙、みんなで手紙、直筆サイン。あ、もう終わるね。終わりますね。やばい、一点入れれない。ちょっと一回だけボール。八島ちゃん、じゃあボール欲しいです。100試合勝負とかやろうか。100試合勝負、24時間対決、耐久対決。いやうん、どうありですね。やりましょう、ぜひ。いや、負けちゃった。そういうのもね、教えられるんで。ありがとうございます。いやー、なしばちゃんごめんね、本当に突然呼んじゃって。いや、ありがとうございました。ちょっともっと精進します。あのちょいあのパーティー今までも送ってたじゃないですか。そうですね、すいません、これなくて。あ、いやなんかそれ見て、なんかどういう感じ。別に、あ、なんか、あー、来れなかったみたいな、そんな感じ。悔しかったです。あーそうだ、あ、やっぱ来たいなっていうところはあったんだ。もちろん。あー、よかった。キモとか思ってないね。大丈夫。大丈夫です。大丈夫。1割ぐらい。1割ちょっと、キモみたいな。いや、1割嬉しいなって思って。あ、1割嬉しい。Thank you.